うものは近くにある丸々もの何でもいいです。靴下、手袋、自分で丸めてみて使ってください。ボールがある人はボールでもやってみてください。です。投げる人は1から4の数字の足し算引き算の問題を出してください。受ける人はそれによって動きを変えてみましょう。いくよ。2-1。1だから右手キャッチ。1+1。2だから左手キャッチ。4-1。3だから右手キャッチして同時に左足回る。2+2。4だから左手キャッチと右足回る。で、動きを変えていこう。1+3は4だから、よし、あ、ちょっと足が詰まった。同時じゃなかったかな。2+1。3。3枚だ。じゃあこんな感じで、慣れてきたら2人で問題出し合いましょう。10-9。お、10番人気だ。1、よし。3+1。4だから、うい。あ、危なかった、危なかった。6-4。2 手が出なかったか、そうかそうか、やっていいよ。3+1は4。1+2、お、ちょっと、なんかそう、右手キャッチで出してもらうね。うん、じゃあこんな感じで楽しんでやってみてください。